私、永瀬愛子が東馬100年企業づくりを提唱する東馬明夫に質問を投げかけました。東馬明夫の明るく、楽しく、元気で前向きな取り組みのその素顔を探りたいと思います。東馬会長が、はい、なぜそんなにパワフルでいられるのかっていうのを教えていただきたいです。私の人生理念がありまして、はい、愛と感謝と笑顔で地球上の人々を明るく楽しく元気前向き幸せにし続ける本物の人間になって、はい、ありがとうを言い続けますっていうですね、私の人生理念があります、はい、から会社の理念も、明るく楽しく元気前向きという、まあ、理念を掲げていまして、はい、で今日も実は朝3回があったもんですから、はい、3回理念の紹介をしましたけど、うん、やっぱりその明るく楽しく元気前向きというのは私の個性なんですね、はい、明るい人ね、それから楽しい人ね、元気な人、前向きな人っていうのが私の個性で、はい、で私はいつも言ってるんですけど、明るい人に明るい人が集まる、楽しい人に楽しい人が集まる、前向きな人に前向きな人が集まる、ね、元気な人に元気な人が集まる、やっぱりそうやってそういう人たちで集まったら楽しいじゃないっていうことで、はい、常に私が率先してそういうやっぱりことをやっていかなきゃいけないということで、まあ、自分の個性もそうだけど、それをさらにこう理念を掲げたために、それ以上に常に明るく楽しく元気前向きに行動しないといけないっていうことを自分で思ってますので、常にこういう言ったんですね。だからもう一つはやっぱりコンサルタントとして、例えば今日来てるお客様からセミナーのお客様にやっぱり100年企業になってもらいたいわけですよね。永続企業してもらいたいわけです。そうした時にやっぱり思いがあるからね、もうその人たちになってもらいたいって思いをね、伝えるためには自分自身がまずやっぱり明るく楽しく元気前向きじゃなきゃいけないので、はい、やっぱりそうやって常にそう思いがあるので、まあそうなってるんでしょうね、うん、ただそれをまあ突き詰めていくと、常にやっぱりそういう思いを持ってお会いした人には、常に自分で明るく楽しく元気前向きなものを伝えて、あなたもそうなりなさいよっていうことを言いたい。だからうちも採用のところに入れると、こうなりたいんですって来てる人が多いんです。ただ実際はそうじゃない人も結構います、うん、明るく楽しく元気前向き、今なってない人はダメっていうんじゃなくて、はい、なりたい人だけ入ってもらう、なりたくない人は入らなくて結構ですと、そういうことですよ。だからまあ自分で、はい、明るく楽しく元気前向きじゃないと掲げた理念ね、それに違ってんじゃないのって言われないようにそう思ってるし、まあ、生まれつきちょっとそういうのがあるかもしれないですね。だからよく先生に怒られました。秘書話はできないんですよ。やっぱ自分自身が生まれつきそういう性格で、まあ、幸せなんですね。だから今もういつもいつも日々今日幸せです。過去はあんまりね考えない、未来はいろんなことで不安がある、やっぱり今ここ今日です。今ここ一生懸命やれば必ず未来は開いてくる。そのために常に今日は上がる楽しく元気前向きでいこう、こういう思いで毎日毎日過ごしています。だから、元気に、見えるというか、はい、そういうことだと思います、はい、なるほど、ありがとうございます、はい。